どうもエルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さあイテクツク第1ということで、ファイアブレイクやっていきます。まあ、なんとか中入ったって感じだね。さあこの上だ。2064年11月21日最後にここに来てからもう3年、そして所長だった頃からもう12年も経った。今やスタッフは最小限、俺が来て困惑してる。俺だってそうだ。アニータからしばらくの間ここの稼働を停止するようお願いされた。正気になるかもって。理由はわからない。あの声を聞く限りきっと何か恐ろしいことだ。はあ、彼女の目を見つめて、一体何をそんなに怖がってるのか聞きたいけど、俺はいつもそうだ。見つめたいと思わない日はないくらいさ。何を聞いてる？ここに記憶が残ってる。イニシエのメッセージだよ。聞こえるのですか？羨ましいわ。それで何と？まだわからないんだ。とりあえずこれではないね。抜けれるわけでもない。あーそっから、あったあったあった、階段あるね。階段あるけど行けない。どこだ、どこなら行ける。ここ通るのは間違いないよね。あ、いや普通に行けるわ。いや行けねえか。あ、引っかかんないもんね。あったあった。よしこれで OK。 上、真上。近くにはいるけどって感じだね。真下いたわ。先手を打てるだけマシか。さあ隠れて、どう来る？見つかった。いやーこりゃーめんどくさいね。とりあえず減らせるなら減らしときたいっていうのもあるし、強力な個体ではあるからね。危なっ。
ベローバックは最後だね、とりあえずね。暴れられても困るし、ダメだ、そうはさせない。こい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 、強い強い強い、200ぐらい火力上がってるもん。上まで登れば行くべき道も分かりましょう。まあ行こう。結果暴れるっていうね。すぐ使うことになるな。よし、まあ思ったよりもって感じだね。これ登ってそっちだね。順風が進むのに合わせて我らも進む。じゃあこっち。もう十分ある。アラタークはまあ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 、ある意味その悔しいだろうけど聞き分けが良すぎるよね。あーなんかすっげえな、ここ前回来た時あそこを通ろうとしたんだが機械に行く手を阻まれた。物資を捨て犠牲を払いながら撤退した。今度はたった2人でシャーマンを守りながら戦うことになる。アーロイは特別な戦士、私だって戦える。あるいはこっちから行くこともできる。機械はうろついているけれど隠れながら進める。なるほど、道は二つ。じゃあ先を急ごう。焚き火発蒸気にしも、何のために蒸気にしも。ああ、じゃああれかな、やっぱオーバーヒートよくするのかもね。とりあえずストーカーがいるんでしょう。スコーチャー、スコーチャー、あれベヒーモスだよね。前に行くか上に行くか、我らはお前に従おう。
それきつい。まあレベル上がるよね。私は誰にも止められない。ベミモスさん、それ無理。いいのよね、壁は無理なんだよな。
たかったわ。彼らの魂は青い光と共にあるのです。我らの時期加わるかもな。少しでもいい。強い。いらない資源を捨てていこう。ながらえるように物資はできるだけ手に入れておけ。そうだね。可能な限りは取っとかないと。どうかの熱が吹き出しているぞ。おそらく火事場のように。足元で何かが揺れてる。一体地下で何が起こってるの。ヒートシンク服の頃。ああ、いいね。ああ、炎耐性ね。死んだ者たちも子供かな。ラベジャー4。ああ、これやるとまた物すごくいいのかもね。地熱パイプラインを停止するのはさほど難しいことじゃない。劣化させずに確実にオンラインに復帰させるって部分が本当に難しいんだよ。ラニータが停止期間を失う。うーい、嘘だろそんなビビるわ。あー、しかもこれじゃん。100ダメこんだけ入ったら倒せるでしょ。うお、びっくりしたマジで。あ、心臓手に入った。いや、フロストクロウいきなり出てくるのダメでしょ。開けたら前に来た時は開いていたのに。きっとデーモンが閉じたのでしょう。他の道を探そう。いやフロストクロウ、あんなでかいのいきなり目の前来るとホラーだね。いやー、怖えわ。まあでも本当ラベンジャー砲、ラベジャーか、これ強いから助かるね。集めておこう。あるに試行したことはないからね。来た道、あ、ではないね。こう来て、これ開くと、あー、上の通りに繋がるんだ。なるほど。まあ、とりあえず全てのモンスターはスキャンしたらしいからね。フォーカスなしでホログラムを見せるため。みんな来てくれてありがとう。活火山の真っ只中でカクテルを飲むなんてそうそう経験できないことでしょうねでもジョージなら仕事中に一杯やっちゃっててもおかしくないけどこのプロジェクトを実現できたのは愛すべき我らが所長ケニー・チャンさん、彼のおかげです。だからケニーの功績に乾杯。あなたがイエローストーンのカルデラに戦をしてくれたのよマルガリータで乾杯しなくちゃねなあみんなちょっと待って、少し付け加えたい。これも全てリードプログラマーなしでは成し得なかったことだ。ありがとうアニータ。最高の知能シアンを誕生させたのは君だろう。私も同感です、チャン所長。さてシアン、最新の数値は
現在のカウントは1654です。すごいじゃない。ほらみんな飲んで。それじゃあ噴火のないこれから先の1654年間に乾杯といきましょう。今のは魂、それに古のもの。でも何を言っているのかあまりわからなかった。お前の言う通り、ここは何か恐ろしいことを止めるために作られたんだ。そして魂だけど、なんとなく正体が分かってきた。扉が開いたわ。これで通れる。シアンに関してはあれかな、ハディスとかと同じようなプログラム的なもんかな。まあでもそういうことだよね。まあ暴走したのか何なのか分かんないけど、持っていけないんだよな。目に見えぬ脅威も存在するのだ。ストーカーに気をつけろ。ストーカーね。マジで火力バカみたいにあるからな。なぜジャンプした？これは降りた方がいいか、安全か逆に。いいって、なんか回復してくれなかったね。ガンもストーカーの一撃が強すぎんだよな。やっぱレベル不足か、銃も差があるとほぼ一撃だね。アベンジャー砲使えないし、そうだな、ストーカー一体だけでもと思ったけど。ちなみに、スキルは足りないか。そんなに使えねえな。そしたらシャドウスリングとオープキャスター変えて、とりあえず動き止めれるやつ止めてとかして、
で、キャスターうまくいったけど、狭間のためにこの自動回収欲しいよね。もう隠れる。ワイヤー足りねえな。こっちじゃなかったの？もしかして。じゃあどこ、あれこっち向いてなかったっけ。でウサギさん、ウサギさんがいる。あー横行けたんだ。下です。山へと続く鉄の扉。死ぬ前は通ることが叶わなかった。今度こそ通るの。絶対最後の会話。地熱発電所は一時停止できるし、冷却システムも隠し、地熱発電所は一時停止できるし、冷却システムも隠した。地熱発電所は一時停止できるし、冷却システムも隠した。大きな問題は解決っと。じゃあなんでこんな不安な気分になるんだよ。
アニータが作った謎のソフトウェアをインストールしてそいつと会話するだけだってのに、人間ですらないんだぞ。アニータが作ったソフトウェア、あ、じゃあそれがウイルスの元？まあ、いるよな。どういうふうに倒していこうか。お願い、ステルスって言葉覚えて。マジで。もう待って、君が来るのか。いや、なんかもう一体いる。それか、やめてくれ、そのコンボやめてくれ。いや、思ったより霊気が入ってなかったんだね。いや、強い強い。圧倒的にレベルが足りん。言えるな、それだけは。でもな、攻撃力が足りないってなるともう単純にね、改造パーツ次第だろうしね。必要になることがあるかもな。よし、行こう。さあ、やれと。機械が来るぞ、構えろ。
待って、なんでそんないきなり強いに来ることある？マジで。判定がマジで分かった。あーそれきつい。あー足り判定がめちゃくちゃすぎる。痛い。無理、そんなめちゃくちゃな当たり判定使われた。対すると言えるな。さあサンダー城がここで来んのかよ。やってみよう。この先には何が待っているんだ。いやサンダー城来るのはきついね。しかもライフテイクも回復手段がほぼないんだよな。はあ、そうなると、とりあえずいいか。多分作れないよね。
もう持てないな。うわー、まだ先あるね。最後にここに立ったのは何年も。その後ここはデーモンに支配された。まるで病気だな。機械に感染している。全て変わってしまった。歪められた魂の元へと続く道は失われてしまった。別の道が見つかるさ。大丈夫だ。よし、行くぞ。ああ、決着をつける。さあ、ファイアーブレイククリアと。いや、ボスらしちゃうな、単純にね。で、次、冬の火事場。ということで、動画の方はここにしましょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回、冬の火事場だね。こちらの方を進めていきたいなと思います。ライブ見ている方は引き続き。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。